あなたが生まれなければこの世に生まれなかったものがある。欲もなく誰かに褒められるわけでもなく、まっさらな気持ち忘れないように書き続けてれば形になってくると思うんで、目いっぱい好きなことをやってもらえたらなって。プロの同じ土俵に今乗ったら負けるな、じゃあどうやって勝てんのかな。夢を持ってこうなりたいんだ、チャンスってのは転がっては来ないんで、自分で掴み取るものなんで必ず。夢を夢で終わらせない、アミューズメントメディア総合学院。